遊戯王カードもね、はいはいはい、流行って遊戯王カードはでも持ち込み禁止になっちゃう。ああ学校でね、スーパーマンズうんちもしながらかかととしたって感じ。負け負けのでです。はい、まあ、子供の頃の思い出でも話しますか。なんか、ね、懐かしいこうおもちゃとかゲームとかね。そうなんですよね、同世代の。僕はね、子供の時はもっとなんかはつらつとした子供だったのに、はい、いつからがこうなってしまった。なんか締めがちな、はい、下を見ながら小銭を探して歩くような人間になってしまったそう、そうなってますね。はつらつではあると思うけど、もう一度子供の頃に戻りたいよ、はい、あ、うん、子供の頃のね、そういうかけっこが早ければ、はい、モテるみたいな、はい、まあ、そういう人間でありたいね。え、かけっこ早かったんですか。あ、そうだよ。かけっこはめちゃくちゃ遅かったかもしれない。うん。その 50m 走11秒。そう、ボルト2回分ね。ボルトが来て、帰ってきた。そう。ぐらい。めちゃくちゃ遅かった、俺。嫌だったね、そういう。俺も、はい、その走ってる運動とかさ、はい、体育の授業とか本当にダメで。うん、だから1500m 走みたいな、あー、ちょっと長いやつあったよね。あれとかも走って走って、で、まあ僕が一番最後まで走ってて、はい、みんながもう、15周走ったぐらいの時に多分10周とかで、あー、で、みんなが最初はおい、けけけけけ、ね、残り5周、デブがタラタラ走ってて、ね、もういってで、みんなも早く終わらせたいから、はい、僕も早く終わらせたかったそうですね、そうですね、13周ぐらいでやめちゃって、はい、うん、本当は15周走んなきゃいけないんだけど、はい、13周ぐらいでやめちゃって、でも、ミルガモンイライラのピークだったから別に、おい、おめでとう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 、いいよ、いいよ、いいよ、つってやったことはあるな、理解が一致して。そうそう、なんか運動とかそういう系はダメでしたね、はい、あー、そっち系はね。うん、どうだろう、なんかじゃゲームとかおもちゃとか。あー、ゲームおもちゃが良かったってわけでもないですけどね、はい、そうなん、世代的にはね、まあ、ベイブレード、うん、で、まあ一応ハイパーヨーヨーミニ四駆とかも、あ、まあ、ちょっと上の年の子がやっててぐらいの、ね、バトル鉛筆やってましたね。ああ、はいはいはい、バトル鉛筆、バトル鉛筆わかりますかね、コロコロコロ転がしてさ、僕ポケモンのやつを持ったんですけど、はい、ドラクエとかいろいろある中で、で、バトル鉛筆が僕らは流行りすぎて、なんかなんだろうな、バトエンのなんかそういうカツアゲみたいなのがあって、あ、そうですね、強いポケモンを、はい、それいいじゃん、なんかファイヤー持ってんの、おー、じゃあ俺のサンタパンと変えてよサンタパンかみたいな、なんか横行しててそうですね、僕がなんかね、1回だけ宝くじが当たったことがあって、おー、とも1万円ぐらいだったと思うんですけど、それをもう当時入ってたバトエンに全部突っ込んでで、何十本も持って、で、もうレアもいっぱいあって、で、これでいけるわって思ってたら、そいつらが全員寄ってきて、もうこれ俺のサンタパンと変えてよ、これ俺の石つぶてと変えよう、そうなんで、帰りゆうと石つぶてとか、ありえないレートね、そうなの、だんだんもうこれ持っていいみたいな、あの、何本って言われて、最終的になんか、これだとアーボしかいなくて。なんかもうすごく嫌だと思う。ああ、確かに。これなんか本当に貿易の弱い国のやられ方だね。石油が取れたばっかりに。そうそうそう。だったの覚えてますね。遊戯王カードもね、はいはいはい、流行って。遊戯王カードはでも持ち込み禁止になってしまって。ああ、学校でね。そう、そういう。見つかるんだよね、先生に。そう、治安の悪い学校だったんで、その取られるみたいな、はいはい、取られるが起きるんで、でも遊戯王カードやりたいんで、自分でカード作っていいよみたいな。やったやったやった、画用紙とか切って、ね、あ、そうそう、画用紙切ってみたいな。で、なんか僕は全然趣旨分かってなかったんですけど、みんななんかもう本当の遊戯王カードを書くみたいな、はいはい、ブルーアイズ、ホワイトドラゴン、はい、攻撃力3000、守備力2500とか、うん、で絵もそれっぽく一生懸命描いて、うん、で、それをまあ5枚持っていいですねみたいな、はい、で、なんか本当の遊戯王っぽくやる だったらしいんですけど、僕は分かってなかったので、うん、なんか自分の好きなカードを作っていいんだろうと思って、あなんかそう、スーパーマンズっていうカードを作って、スーパーマンズで、スーパーマンズが
1,2,3,4,5 って5体いるんですよ。スーパーマンズ1号、2号、3号、4号ってそのスーパーマンズが5号手札が揃ったら勝利するっていうエクゾディアみたいな攻撃でそうです、向こうがちゃんとクリボーを召喚してオベリスクとかちゃんとやってる中スーパーマンでめっちゃ勝ってましたね思い出しましたよ。そういう嫌な目にあってましたね。ありましたよね。そう、ありましたね。僕もあのデュエルマスターズカードを、言えますね、ソロバン塾に持ってって、そのしたんだ。で、なんか別の小学校の子とかと遊んでたんですけど、一、人の子がなんか、その僕の持ってるカードで、ああいいなそのカードつって、なんかそれ欲しいみたいになって、だからで僕もまあそのこのカードに関してはなんだろう、まあ、別にこう交換しちゃってもいいやと思ってたんで、あじゃあいいよ交換するって言ったら、交換できないできないよって言って。本当にカードをもらおうとするだけのやつ。いるよね。びっくりしたな。いいね。で僕テレビくんって、ね、あの雑誌があって、ね、子供の時あったね。でちょっとまあ下の子向け幼稚園児から、まあ、小学校の低学年ぐらいで、でまあ大体途中でコロコロコミックに、ね、切り替わってみたいな感じだったんですけど、その。で小学校の時のスキー教室かな、で泊まりで行くんですけど、したらその僕の同級生木村やつがいるんですけど、その木村と僕同じ部屋でテレビ見てて、したらそのテレコロコミックっていう CM が始まって、そのテレビくんとコロコロコミックが合体テレコロコミックみたいなあって、でそういうのが特別な一回きりのやつで、スペシャルですね、すごいスペシャルで宣伝してて、って見てたら、その木村がなんか、それ今度からテレコロにしよっかな。かっこよく言って、なんか、まあしたら、まあ、弟と一緒に読めるし、テレコロにしよっかな。これは俺が単純に好きな話。ごめんなさい。で、僕も、あ、違う、これ、あれで多分一回きりのやつだよ。ああ、そっか。いいよね。よくあれをなんかじゃあこれとこれで一緒にしたらいいな、それ君のテレコロじゃないですかって言われて、あこれだ、あこれにしようかなみたいなことをちょっと言ったテレコロの時の君らじゃないですかっていうのがある表現の中ではありますテレコロ、ね、1個だけずっとなんでこんなことになったんだろうと思ってるのが、あのミニ四駆やってて、あの友達と遊んでたら、そのまあ、友達がもうミニ四駆で遊ぶの一回飽きて、立ちションし始めたんですよ。で、まあまあまあ、シャックを下ろして、立ちションして、見て見てって言って、すごい笑顔で、立ちションして、じゃーってやって、で、僕もなんかわかんないけど、テンション上がって、おーって言って、その友達のミニ四駆カチッってオンにして、その友達の正面の山にビューンって走らせて、ビシャーンってやったら、友達がぶっちぎれて、何やってんだよって。そらそうだ。そらそうだ。うんこ爆走させたんだ。ミニ四駆、大事なミニ四駆をした。あんな笑顔で、おしっこしてて、なんか自分がおしっこできてることがすごい嬉しそうだった。そこに大好きなミニ四駆も乗っけたら、急にぶち切れて。ねえ、その、うんこしっこ、まあしっこね、うんこも楽しめて、ミニ四駆も楽しめて、俺それにしよっか。そう、出てこらん時の木村さんだから。いいっすね。うんこの話になっちゃうんですけど。まあでもこれはなんか僕が子供の時にそのあ二つあるなどうしよう。どっちも僕ん家がドアとか閉めないんで家の鍵とか閉めないんで、はい、よく友達が遊びに来てたんですけど、その日本当に僕だけの日に。うんちばってしたら、友達がなるんだけど、ドアパーンって、うんちしてるーって、全体俺がうんちもしながらかかととしたって感じ。それめちゃくちゃ。その、まあ、学校でもよくないのに、勝手にうんちしてるって人んちの家入ってトイレ開けてうんちしてるわ。いや、そうそう、それしてるわ。して、で、うんちもそのままに。一番の大技を決めて、で、最後俺が怒られたんだよ。うちの息子がかかと落としされたらしい。怒られたんだよ。謝りに行ったんだよ、一回俺。ありましたね。と、はい、もう一個のうちの話。もう一個のうんちが。僕がね、でも塾、小学生の時の塾かな、はい、の時に、まあ、うんちして、普通にトイレで、うん、で、なんかね、
なんか流しても詰まっちゃったんですよ。うん、で、僕うんちでかいじゃないですか。でかい、よく詰まらせる。そう、僕はすごい詰まらせちゃうんですけど、もう次の人が来てたんですよね。うん、で、なんだな、うんち見られたくないじゃないですか。うん、そうですね、流してそう。普通に男子も女子も使うやつで、一番見られたくないなと思って、はい、で、なんかないかなと思って、でも何も道具もないんで、うん、その手で、うん、その、ティッシュをくるくる巻きにして、ああ、ペーパー、はい、ペーパーにして、一応でも普通じゃ無理だったから、普通の精神じゃ無理だから、その時流行った遊戯王の、なんかは、ごたんどきらした!あーってして、で、あ、もう、洗って、なんもないふりしてたら、なんか、その熟女にごたんどきらしたって思うぐらい聞こえて、どうした?どうした?どうした?全部話して、それから頭が一時期オベリスクだったんですよ。ありましたね。うんちのイギリス通事事件。ありましたね。いやいや、もうおもちゃとかゲームとか何も関係ない。そう、楽しいな。うん、思い出すな、いろいろ。いや、まだまだ話したいですね。うん、もう、まあ、いろんなやついたな。いろんなやつかな。なんかじゃあ、そのトピックだけもらえますか。ね、鼻の穴はしごの菅くんとゲロ吐き川野くんと弟は普通だよって言ってくる候補くん。何の自覚だろう。来週がその3本話したいですね。次を弟は普通だよ。お前はどこなんだって話をしたいですね。はい。いやー、どうした。またぜひ、高評価、チャンネル登録、お願いします。